皆さん、こんにちは、大地です。えー、今日はね、あの最近もらった質問の中から、まあ、こういう観点もどなたかの役に立つんじゃないかなということで、ちょっとシェアしておこうと思います。えー、その質問は何かっていうと、認知症の母とポジションチェンジ、それって意味あるのっていう話で、まあ、ポジションチェンジっていう手法を知らない人からしたら何残っちゃって <laughs>、あのことだと思うんですけど、ポジションチェンジっていうのはね、なんか、 特定の誰かとのコミュニケーション改善っていうのをねこう考えていった時にまあ自分の椅子と相手の椅子と分けてで、なんか自分の椅子ではね自分の気持ちに気が付いたりで、自分の思ってることを口にしてみたりしてで、相手の側の椅子に座ってみてねで、相手の視点から自分を見てみたらどう見えるかとかねで、相手は何を言いたくなるかとか。で、 なんか相手の立場に立って相手のセリフ喋りながらああでもその奥にはこんな気持ちがあるんだみたいなことに気がついたりした上でじゃあこの人とどんなコミュニケーションね取っていったらいいのかしらみたいなことをまあ考えるという、ねまあ、手法ですけどで認知症のお母さんとの間でそれやって意味があるのかしらみたいなご質問をいただいたんだよねで、まあ、ここのイラストにもあるけどさ別にそのケースはなんかねあのこの絵みたいにあの お前私の財布盗んだだろうみたいなさことを別にお母さんが言ってるっていうケースではなかったんだけどまあほら場合によってはそういう風になっちゃったりとかってするケースもあってでやっぱりもうなんか事実と事実じゃないのが区別がつかないとかさ感情的にもねそのアップダウンがあったりとかいろんなことが起こってなかなかコミュニケーション取るのつらいとかさまあ難しいとかねっていうことがまあ介護してたり特にご家族なんかだったら起こってくるんじゃないかなでその時にねまあ相手の立場に立って考えてみようっていうのでポジションチェンジいいかもと思いながらもでもね実際 になんか認知症の、ね、お母さんの立場に立とうと思っても何考えてるかなんてよく分かんなかったりするかもしれないしあとこう言ったらこうなるみたいなのもね実際にはまあ喋ってみたら全然違う反応返ってきたりとかってするわけでなんか意味あんのみたいなそういう質問だったんですよね。でこれすごく難しいことなんだけどまあその質問してくれた方とねまあ実際に。 話しながら、まあ、この2つのね結論に落ち着いたっていうことで何か一つ目はニーズに気が付くっていうことなんだよね。 ニーズってすごい重要な概念で、要は今その人が何を必要としてるのかっていうことなわけさ。で、僕らコーチで言ったら、なんかすごい困ってたりとか大変そうな人と出会った時には、あの、一番最初にこの観点を持って観察したりとかコミュニケーションを取ってみるんだよね。この人に何が必要なんだろう。で、それはなんか睡眠が必要だとかさ、ね、それから、あのー、なんかとにかく話聞いてくれる人が必要だとかさ。 でそういうのが得られると少し落ち着くとかいい状態になるとかねっていうことで,でだからまあポジションチェンジでさなんかどんなふうにコミュニケーション取ったらいいかとかはよく分かんなかったとしてもでなんかお母さんの立場から、ね、自分のことを見てみたり家の中の状況を見てみたりとかってした時になんかお母さんもっとどんな 時間ががああっったたりりりととか、か、どんな関わりがあったりとか何があったりするともうちょっとなんか落ち着いていられたりいい状態でいられたりね願わくば楽しい状態でいられたりとかってするのかなっていうのをお母さんの立場から見てみるね今何に困ってるんだろう何を必要としてるんだろう何があったら役に立つんだろうとかね自分がどう関わったら役に立つんだろうっていうのをお母さん側からイメージしてみたらなんかコミュニケーションの上ではねあの話が噛み合わなかったりとかってしてもあなんか ねえー、こんな雰囲気でいられたらいいとかねあのこんな風に関わってもらえたらいいとかねでなんかこんなところに出かけられたらいいとかこんな人がいてくれたらいいとかねまあなんかそのお母さんが求めてるもの必要としてるものとかねあると助かるものみたいなのに何か気がつけたりするかもしんないこれが一つ目だよねであと二つ目はね心の声とか魂の声を聞くって、まあ、魂とか言うとちょっと怪しいと思う人もいるかもしんないけど結構これも重要な話で仮によ あの僕その人に言ったわけまだ今ねご存命じゃないですかってでこれがね残念だけどどっかいつかで亡くなるよねって我々も死ぬ人でじゃあ亡くなった人とはますますポジションチェンジなんか意味ないかって言ったらどう思いますかって聞いたわけで亡くなった人とのポジションチェンジってね別に意味はあるっちゃあるのよんでかって言ったらまあお父さん亡くなったとするじゃないんで、うん お父さんの椅子と自分の椅子を作ってみて、で、お父さんにね、なんかありがとうでもいいし、ごめんなさいでもいいし、こういうふうに頑張りたいでもいいし、なんか自分が思ってることを伝える。で、お父さんの椅子に座ってみて、お父さんの魂が喋ってくれるとしたらとかね、なんて言ってくれるだろうと思って。で、なんかそこ、お父さんが言ってくれそうなことをね、自分の内側に聞いてみる。そうすると、ほら、お父さんとの思い出がいろいろあるからさ、人間って。だから、そうか、お父さんの魂が喋ってくれるとしたら、きっと、 ここんななと言ってくれるるだろうな納得感のある答えでそうすると、ね、例えばお父さんに「ありがとう」って言ったらそうこんな風に受け止めてくれた上でこんなメッセージくれるかなとかさでこういう風に頑張りなさいって言ってくれるかなとか、ね、でそれを踏まえてお父さんに「頑張るよ」とかって言えたりとかっていうのがあると、ね、あの何か落ち着いたりとか指針が立ったりすっきりしたりとかっていうことが起こる可能性もあるし勇気づけられたり、ね、する可能性もあるでだからこれ相手が生きてても一緒なんだよね。 でまあ、お母さん今ちょっと混乱してっけど、ね、その心とか,なんか魂とかがしゃべるとしたらああこんな風に伝えてくれるだろうとかねあの本当は言いたいことこういうことなんだろうなっていうのはなんか過去に照らし合わせて納得感のある声ってあると思うんですよ。今はねそのやっぱりね脳、えー、に障害が起きちゃってるからだからそれがスムーズにしゃべれなかったとしてもね であのあきっとこういうふうに心は言ってくれんな魂は言ってくれんなっていうことに気がついた上で何か自分がね、えー、落ち着くとかいい状態になるとかで,あのでそう本当はそう思ってるけれども今混乱してるお母さんとじゃあこんなふうに関わっていこうっていうふうに思えるようになるとかねでそういう意味ではあのなんか 言葉にはしてくれないけどその奥にある声をね知ろうみたいなことも何か役に立つことがあるのかなということであのまあ今ね認知症に限らずだけれどもうまくコミュニケーション取れない人と悩んでるねあの人だったりとかそういう人を支援しようとしてる人にもし何かのね、えー、刺激になればいいなということで、えー、シェアしてみましたよかったら参考にしてみてくださいそれではまたバイバーイ